みなさんこんにちは。今日は4月30日。4月も最終日ですね。たいがくんは日向ぼっこしてます。昨日がね、一日中雨で、朝晩どちらもお散歩行けなかったの。丸一日外出られなかったね。今日は快晴で、朝から昨日の分もたくさんお散歩してきたんだよね。疲れちゃったかな。こちらにとっては都合がいいです。ベッドでまったりのんびりしてくれてます。お疲れ様、大学くん。よかったね、たくさんお散歩してきたんだ。池行ってきたんでしょ、いつものね。ママあれから行ってないけど、池、あの池のね、上がったご遺体、結局まだ身元不明らしいですね。ちょこちょこネットで見てるんですけど、30代から60代の男性っていうことしか分かってないみたいです。情報を求むってまだ書いてありますね。怖いね。どうしちゃったんだろうね。事件か事故か。事故だとしたら、そんなこうふやけたりする前に上がってきそうですけどね。体ぷかーって、事件で何かこう上がってこれないように重しをつけられて沈められたとか、なんだかミステリーのドラマの見過ぎでしょうか。いろいろ想像しちゃいますね。でも怖かったですね。だから毎日あの池行ってるんだよね。よく怖くないね。みんなあの話で持ちきりなんでしょ。もうそんなことないか。もうみんな忘れちゃってるか。びっくりしたでしょ、大学もね。あの日だもんね。あの日に上がったって言うんだから。ママ初めて行ったあの日に上がったんだよ。びっくりしました。関係ないお話はここまでにして、今日は4月30日、4月の最終日なので、ダイエット企画の結果発表になります。今月は、飲むだけダイエットやって、体重体脂肪測ってました。スタート時の体重体脂肪が、体重が 49.1kg で、体脂肪が 27.3% でした。中間発表はね、かなりいいんですよ。最近の傾向として、飲み始めて半月の中間発表は、なかなかいい結果だと思います。そこからまた半月後の結果発表になると、ちょっと戻ってるかなっていう感じがしますね、サプリに関しては。でもまあまあ、ここ最近飲んでるサプリでは、今回の内脂サポート、ファンケルの内脂サポート飲んでるんですけど、こちらもいい感じですね。なぜいい感じかというと、まずね、お通じがすごい。ビフィズス菌がね、調べたらやっぱりたくさん入ってるみたいで、1日にね、3、4回、ひどい時は5回出ますね。固形じゃないですけどね。もうなんか、腸内洗浄じゃないですけど、ドバッと出てる感じ。食べたらすぐ出るっていう感じ。まあ、外出してないのもあるんですけど、不便はないです。外に出てて急にくるくるくるってお腹が痛くなったりすることはなくて、夜中かな、集中的に夜中に3回ぐらい出ますね。朝1回、夕方1回、夜中に2、3回っていう感じで、寝る前に。すごいよね。これでこの内耳サポートを飲まなくなったら戻るのかな、それとも便通このまま行くのかな、どうでしょうね。またこれも来月ちょこっとお話できたらいいかなと思います。覚えてたら。で、今回飲んでる内脂サポートが、こちらね。こちらだったんですけど、1日4粒飲んでました。たかくん気になるね。舐めないで。結構ね、粒がね、お見せしてなかったの、最初に。見えるかな。結構粒がね、一
一粒一粒大きいんですよ。ぼやけちゃうかな。何に反応してんだ。こんな感じ。あ、見えた見えた。結構大きいので、かなり余ってますよね。これね、飲み忘れ、今日の分とあと何日間か飲み忘れてんだね。最後まで飲みましょう。うん、大学分かった分かった。はい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 。ダメだ、座っちゃうと気になる。匂いしてんだね、きっとね。1日4粒ね、5キロカロリーあるんだね。どこに書いてあったかな。うん、ビフィズス菌、名称がビフィズス菌なんだもんね。そうそう、だからやっぱりお通じかなり効きました。これね、便秘の人はいいと思う。これでかなり落ちると思います。便秘解消するだけで。うんうん、大学のじゃないよ。便秘解消するだけでね、かなり落ちると思う、体重も。ただ飲まなくなったらね、またどうなっちゃうか分かんないですけど、そんな感じで今回はなかなか手応えのあるサプリでした。ただ体的には、実感的にはどうかな。昨日ね、実は寝る前におかき、おせんべいのおかきをね、爆食いしちゃったんだよね。体重は増えてるかな。あんまりね、食事は気にしないで食べてるので、本当に飲むだけにしてるので。まあそれにしても結果発表の前日夜に食べることないけどね。やっちゃいました、ちょっと忘れてました、今日が結果発表だったこと。そんなわけで少し怖い気もしますが、これから体重体脂肪測定してこようと思います。大河くん、逆光になっちゃうね。体重体脂肪測ってくるね。はい、はーい、かいかいかい。それでは計測してきます。体重測定終わりました。今回の結果はじゃん、 49.3kg。 着々と増えてる。スタート時、中間発表ではなくて今月初めのスタート時との違いをこれからご報告しますね。スタート時の体重が 49.1kg だったので 0.2kg 増えてますね。順調に超えていってます。それではお楽しみの詳細見ていきます。部位別の数値はまず全身皮下脂肪率 22.8% で平均より多め。あら、これ増えてますね。 0.2%。 中間発表では下がってたんじゃないかな。骨格筋率が 26.0%、 これも減ってますね。 0.1% だけですけど、まあ特にそんな動きはないってことかな。でもどちらも悪い数値。あららら。次、両腕皮下脂肪率 38.7% で平均より多め。これも増えてる。骨格筋率が 30.1% で平均より少なめ。これも 0.1% ですけど減ってます。悪いの続いてます。続いて体幹、皮下脂肪率 19.1% で平均より多め。これも増えてる。骨格筋率が 21.1% で平均より少なめ。これ全く一緒ですね、スタート時と。変化なし。でも多分中間発表では全部良くなってたので、骨格筋率ももうちょっとあったと思うんだ。なんで減ってんだろう、不思議。続きまして、両足の皮下脂肪率が 33.1% で平均より多め。これも増えてますね。なぜか皮下脂肪率は 0.3% ずつ増えてるな。なんでだろう。骨格筋率が 37.6% で少ないになっちゃった、また。スタート時よりも 0.1% 減っ
減ってますね。謎の皮下脂肪率が 0.3% 増えて、骨格筋率が 0.1% ずつ減っているという謎の現象。なんだろうこれは。体重が増えてるからかな。体脂肪率怖いな。体脂肪率怖いけど行こう。行きます。スタート時は 27.3% だった体脂肪率が、どうだ?じゃん。27.6%。0.3% 増えてる。体脂肪率まで 0.3% 仲良く。仲良く皮下脂肪と体脂肪 0.3% 増えてますね。内臓脂肪は変わってないかな?この様子じゃ。最後ですね、内臓脂肪は。順を追って見ていきます。体年齢34歳、変化なし。BMI 20.3、ちょっと増えてる。これは体重と身長の割合なので、しょうがない。基礎代謝1113キロカロリー、2キロカロリーだけ増えてる。0.2キログラム体重が増えたからかな。ではいきます。本命の内臓脂肪レベル、スタート時、中間発表時 3.0 でした。 2.5 に下がってるか、どうだ、じゃん。 3.0 変わらない。やっぱりそんな簡単にはいかないか。ファンケルの内視サポート飲んでる感じでは良かったんですけどね。お通じもかなりきて、すごく体の中がデトックスしてる感じがありました。お肌が調子良くなったとかそういうのは実感なかったですけど、とにかくお通じがあったので、こんなもんかっていう感じ。お通じ老廃物出すだけじゃやっぱりダメなのかな。運動もね、筋トレ変わらず欠かさずやってるんですけどね、あのメニューで。なるほどなるほど、しょうがないね。限界も近づいてるのでしょうか、飲むだけでは。また明日から5月、飲むだけダイエットではなくて部分痩せダイエットで筋トレも増やそうと思うので、また楽しみにお待ちくださいませ。今月のダイエット企画は変化なし、ちょっと悪くなっちゃった、逆にそんな結果に終わってしまいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。